今回は以前制作した日清戦争で紹介しきれなかった写真を掲載していくね。見てもらうのは明治28年戦役写真帳といって、亀井伯爵家の13代目亀井惟明が日清戦争に日本で最初の従軍カメラマンとして赴き撮影したものなんだ。早速見ていくけど、順番は写真帳に基づき、傷病者や遺体が写っているものは省略していくよ。亀井は第二軍に従って行動していたんだ。第二軍の司令官は大山巌、陸軍大将。広島に移動する前の様子を捉えたもので、キャプションにあるロボは行幸の行列を意味しているよ。鉄道での移動だったんだけど、各駅では見物客や見送りで多くの人出があったみたい。各駅で兵士の乗り込みを行ったのかな。城は行事などを催す場所の意味だけど、今では使われていない感じだね。呉港の写真もあって、出発まで結構時間があったのかな。服装は四方から寄り集まること。中央だけでも多数の船が映っているね。大型船が接岸できないから、手漕ぎボートで横付けしてから乗り込むみたい。名古屋ってあるけど、愛知なのかな、佐賀なのかな。それぞれの輸送船に乗り込み次第出発してるんだね。さっきの名古屋は船の名前みたい。乗船のための集合場所ってことだね。輸送船を護衛するために軍艦が先導してくれるんだ。三景艦のうち唯一の国産艦で、松島、厳島とともに奮戦、北洋艦隊を撃破することになるよ。特派員がみんな槍や刀を持っているね。最終的には自分の身は自分でってことなんだね。亀井が撮影した写真の特徴に地形と人物の対比が挙げられるんだ。第一師団は東京に駐屯している師団で、最も古い師団の一つに数えられるよ。御庄家無事は小さな城壁に囲まれた村を指していて、中国ではよくある名称なんだ。この写真のような兵士が休憩していたりくつろいでいる様子も、亀井が撮影した写真によく見られるよ。また中国の風俗も記録していて、民家だったり、後に出てくるけど、現地住民も亀井は撮影しているんだ。こういう円形に山が見えない写真は大陸でないと撮影できないね。岸川辽東半島の先端南部にある地名だよ。右奥に家屋が連なっているから、それなりの町だったみたいだね。石垣とレンガの柱、窓の格子が中国建築って感じがするね。こっちは財神廟、日本で言えば福の神を祀っている中国固有の建物だね。この写真は戦闘準備の様子を写していて、右側に写っているのは歩兵が銃剣を磨いて戦闘に備え、左側は北に進出するために行軍を開始した騎兵だよ。錦州は辽東半島の根元に位置する要衝で、何度も戦乱にさらされているんだ。錦州城の西壁をよじ登っている様子だけど、6メートルはある壁なのに登れてしまうんだね。ソカトンは無垢伝の南部にある町で、後に南満鉄を支える重要な町に発展するんだ。大連湾と和尚島を写しているから、湾に接する大湖山から撮影したのかな。和尚島に設けられた砲台と砲門だけど、砲門はかなり大きなものだね。当時はまだ
自由に撮影することができたから、こういった要塞の内部も撮影できたんだ。人員の配置がよくわかるし、左奥には日照旗がはためいているから風が強い場所なんだと読み取れるね。整列して思い思いのポーズをとっているね。中央にいる、周りとは違う軍服を着ているのが将校かな。それにしても2階にいる彼はなぜ一人なんだろう。おしょう、どっしりとした体育を持った馬だね。体高もあんまりないみたい。石市で起こった戦闘の様子で、煙は砲火によるものなのかな。数少ない戦闘を写した写真だよ。お伏姿勢で敵の銃弾を避けようとしている兵士がいる一方で、右手前には話し込んでいる兵士もいるね。この写真は陣地を右手前から写しているんだけど、伏せている兵士の前に出ているから気合の入った一枚だね。さっきとは変わって後ろに引いた写真だね。日本軍の奥に見える白いのは敵の砲煙で、右側に見えるのが撤退する敵の部隊なんだ。砲台とは書かれているけど、土壁で構築された簡素なものだね。この1枚は3枚を1枚に合成したパノラマ写真だよ。かなりうまく接合しているからほとんどわからないね。レンガ作りの近代的な砲台だね。レールがあるから砲門を普段は格納できるようにしているのかな。あまり大きくはないけど、鹵獲した清国の船だね。船首に凝った装飾が見えるね。ここまでが上巻で、ここからが下巻になるよ。いずれかの戦闘の縮小会だね。防寒着を着ている将校もいるから、それなりに冷えるみたい。こういう写真は気をつけ姿勢の人もいれば、しっかりと格好をつけた人もいたりして個性が出るよね。背景に見える背の低い船は魚雷艇なのかな。魚雷を作っている工場の様子だね。右上の車輪の奥にそれらしきものが見えるね。砲兵の写真だけど、全体に雪が積もっているから冬に撮影したのかな。寒さが厳しそう。福州はリャオトン半島の先端北部にある都市で、城壁は今も現存しているよ。一方で錦州は旅順と大連に港ができる前の中心地だった名残からか、広々とした目抜き通りと庄屋が軒を連ねていて活気があるみたいだね。さらに城内には制定廟や上皇神などの神様を祀る廟が複数あって、信仰の厚い町でもあるみたい。軍記祭は出生地で開催していた祝賀行事で、連隊旗が天皇から下賜された日を祝すものとして軍民が大いに楽しむ日だったそうだよ。この写真は戦没者の慰霊祭として執り行われた昇魂祭の写真だよ。第二軍団全体の戦没者を慰霊するもので、大々的に厳かに執り行われたみたい。この写真は第一師団司令部へ天皇が行幸された日を祝して開催された祝宴の余興を写したものだよ。右上は騎兵が行う打球と呼ばれる競技で、左上は多分相撲、右下は飾り物のかかしで、左下は生け花のような飾り物だね。他にも忘年会の様子や将校の裁判の宴など、緊張感の多い戦場を忘れて楽しんでいる様子が写されているよ。そして錦州湾は冬季に入ると渤海側が凍結してしまうんだけど、その様子を亀井と共に視察した将校のポートレート風の写真も撮影されているんだ。1枚目は街灯をまとっていたんだけど、
2枚目ではその外套を脱いでまでポーズをとっているよ。右側に写っている現地青年らとのギャップもあって面白い1枚に仕上がっているんだ。亀井は錦秋城の地の現地人や生活模様を撮影していたり、信仰の対象となっている偶像なんかも記録しているんだ。こういった点が十分写真を多く残している大本営写真班と異なっていて、亀井は普段は表に出づらい炊事部の写真も撮影しているよ。これらの写真を撮影し、1895年5月に日本へと帰国するんだ。帰国後も凱旋の様子を通り別に細かく記録。浅草、神田区鍋町通り、日本橋区室町通り、日本橋区日本橋通り、日本橋区魚河岸通り、京橋区銀座通り、芝区土橋通り、麹町区麹町通り、新橋停車場、浅草仲見世通り、神田区油町通り、神田区神保町通り、桜田門内に設置された常緑樹の葉で包んだ弓形の門、緑門、日比谷の凱旋門を撮影して亀井の記録は終わりを告げるんだ。この写真は後に本書の形で製本され、明治天皇にも献上されたんだけど、厳しい戦場での生活で健康を害した亀井は翌1896年7月に36歳で早逝してしまうよ。日本人最初の従軍カメラマンとして当時の写真を多く残した亀井の写真帖は今でも歴史資料として活躍し続けているんだ。